ウェイク島は北太平洋南鳥島の東南東約1 4 0 0トルに位置するアメリカ合衆国の干渉。日本語ではウェイキ島とも表記される。島名は1796年に来航したイギリス人船長ウィリアム・ウェイクの名に由来する。第二次世界大戦下で1941年から1944年にかけて日本軍が占領統治し、 名前も大鳥島に変わった。水没した死火山の縁に発達した産後礁によって構成される干渉で、3つの島からなり3.7平方キロメートルほどの差州がある。これらに囲まれた6.0平方キロメートルほどの証拠がある。島の標高は6メートルほど。日付変更線に東で接するタイムゾーンを取る。 19世紀中盤以降のほとんどをアメリカが統治しているが、第二次世界大戦中は日本軍が占領し、名前も大日本帝国によって大鳥島に変わった。戦後はアメリカ軍が接収して軍事的戦略上の重要な拠点地となっていたが、1975年のベトナム戦争の終結と1989年の冷戦の終結以来、 戦略上の重要性は薄れている。現在は軍事施設はほぼ撤収されており、住人は空港及び港湾などの施設のメンテナンス用の軍人と民間人の約200人となっている。ウェイク島の海岸ウェイク島は中部太平洋における重要な拠点の一つであったため、日本軍は1941年12月8日の海戦と同時に攻撃を開始した。 その後、日本はこの島を占領し、直轄地として、大鳥島と命名した上で統治を行った。その後も日本による占領、統治が続いたものの、1945年9月4日に、2日前の日本の連合国への降伏文書への調印を受けて、ウェイク島の日本軍も連合国軍に降伏し、連合国の一国であるアメリカによる統治に戻った。 パンアメリカン航空のゲストハウス1945年の日本の廃線によってアメリカへ返還された後、1960年代中頃にかけて太平洋横断定期路線の民間航空機の燃料補給のための空港として日本航空やパンアメリカン航空、ノースウェスト航空などが使用し、日本航空では数時間滞在する乗客のために観光案内も配布された。 しかし、それから、航空機の航続性能が上がったため、定期便の燃料補給地として使用されることはなくなった。その後も、しばらくの間、アメリカ空軍とアメリカ海軍航空基地として使用されていたが、1990年代、初頭の冷戦終結を受けて、現在は撤退している。なお、1975年には、同年4月30日の最後のックにより、 ベトナム戦争の終了に伴って発生した、ベトナム難民の収容施設も設けられていた。ウェーク島の領機グアムや日本とハワイを結ぶ、航空路上にあるため、民間の貨物機や太平洋を横断して引き渡される、小型機などの中継地、軍用機、旅客機の緊急着陸飛行場として使われている。長さ2438メートルと3047メートルの2本の滑走路があったが、 その後に施設の建設が行われ、現在は一本のみとなっている。定期旅客便の就航もなく、港湾施設もないが、避難のための大型船の白地が設定されている。基本的には空港施設だけの島であり、戦争時の移行は存在するものの観光施設の類は全くない。1999年、日本国内のアメリカ軍施設である。 サガミ総合補給省にアメリカ軍が使用したポリエンカビフェニルが保管されていたことが発覚して問題化した。横浜のオスドックから日本国外に運び出されたがアメリカ本土の港湾で次々と受け入れを拒否されたことから再び日本へ戻され結局はウェイク島に一時保管されることになった。隣国であるマーシャル諸島共和国が領有を主張している。しかし あまり積極的に国際社会に訴えていない上すでにアメリカが100年以上も実行支配し続けていることから、この主張に賛同する国は少ない。なお、ウェイク島はロンゲラップ干渉から薪に8 9 0トルも離れている。また、エネンキを王国なる団体が独立国として領有権を主張しているが、ミクロネーションの一種に過ぎず承認する国は、 全くない。なお、エネンキ王国の国旗はマーシャル諸島のそれに類似している。日本からの国際電話はダイヤル通話はできず、k d d i のオペレータ通話しかない。ありがとうございます。